やったー、ここ探し物でお金貯まったわと思ったら250っていうね。また結局俺お金ために行ってきてます。溜まってきたんで帰ってきたと思いますけども、なんですよ、足りんかったんですよ。2000超えてたのに急に250に値上がり、物価が上昇、いつの間にかハガキが63円か、今度83円、何細かく上がってってんの、1円とかで。しかも消費税確定してないのに、消費税確定した時に上がったならわかるけど、何の話、リアルの話に繋がりすぎ。ちゃんとメルヘンの国にいよう。絵の具セットかわいいね。紫のかわいいね。流れ星か。流れ星の中にいる感じ。キャップかわいいかな。キャップって工具やん。そうやね。やっぱそれはそれになるか。無理やりメルヘンの世界に戻っているわけですけど、惑星、土星さんもありますかね。ミントサイ、あれサイボーグっていうね。サイボーグの磁石感が面白いっていう感じですね。ありがとうございました。じゃあ次のコースがまだあるみたいなんですよね。まだあと2つあってんて、あそこ行ったらもうこの1個で終わりかなと思ってた計画で俺のスケジュール来てたから、もうラボ前日には終わる、ラボが明後日なんですけど終わるかなと思ったんですけど、まあここをクリアしてもやっと前日っていうね。だからあと2エリアあるんですよ、見えてるだけでも。多分ここ隠れてるよね絶対に、任天堂やばいんやって。だからすんごい、動画投稿するだけでもすごい時間かかるでの、何この世界、スペースの後にさらにこんな普通の森みたいなのあるけ、そんなことってあるけ。太陽か、太陽のマークついてる。だから土星の次は太陽なんや。あ、太陽なんや、かわいい。あ、サマーなんや、サマーになるんや。そこで一回サンド行ったのに、あのおもちゃ知ってる、真ん中にあるやつ、あれなんかどっちがどっちかみたいなやつ、ちゃうかちゃうかそれ。でも3個も目ある、本当なら嬉しいんやけど。ここ次もう一個サンダーランドがあるでな、右にでっけえ面が3つあるな。3個あるだけで探し物が増えるねんってな。嫌なんかやるの。